おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あのね、睡眠薬がめちゃくちゃ今日やばい日になりました。なんていうか、昨日の寝る前に睡眠薬飲む、そこはいいじゃないですか。今日起きる、寝ぼけて朝の食後の薬あるじゃないですか。朝の食後の薬を間違えて睡眠導入剤飲んだわけですもう体がつらいつらいね。薬は用法とね、物を守ってね、正しく飲まれてるけど、寝ぼけてもう違う薬飲むってもうね、あーってもう、もう明日年かと、もう年かもしれませんね。本日使っていきますモンスター、メタルハンタールリパッド、キラングマシーン、久しぶり来たかメタルハンターそしてなかなか珍しい、この実況で珍しいキラーマシンです。わーお、ヘドワットさん、まあ、この並び自体は、まあ、過去に EX 界でね、アルさんが愉快犯としてやっていたんですが、ね、今回、モンバトでは、どっちが強いか、はっきりさせておきたく思いましてね。本家では、2ではね、メタルハンターとキラーマシン共演してるんですよ。メタルハンターはあの時、剣すら持っていなかった。しかし、この作品は違う。さあ行け、キラマシン、まずキラマシン、オラマヒャドギリやって、そしてリリッピちゃん狙いを定めて弓を引き絞る。はい、オッケー。今回はモンスターマスター、こだから HP が2100っていうのかな。これリリッピか、あ、キラマシンだ。お、硬い、さすが、さすが打撃対戦ね。さあモンバト界最強メタルハンター、いざ行くぞ、せーの、おらすっげー暴霊剣士、泣いていいよお前、さっきから打撃小弱点をね、疲れてね、暴霊剣士泣いていいと思うんですけど、あよーっあー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 あああああ今撃たれて気づいたわ、あーってやべえ、待ってなんやこれはもう今の見てくださいよ、メタルハンターのキラーマシン。普通ね、これさ、多分さ、普通の一般的なドラクエを好きな人に言われてもさ、これ撮ってもさ、絶対さ、信じてもらえないと思うんだけどね、キラーマシンとメタルハンター、モンバトで強いのどっちって聞かれたらさ、キラーマシンって答えちゃうよね。うわーいこれは怒るんじゃない。まあ確かに久しぶりの出番ではあるよ、キラーマシンくん基本的にメタルハンターにね、もうバー吸い取られちゃって、なかなか出番がなかったような気がします。僕の実況でもそうかな。うん。そんな中、今回出てきてくれましたよ、キラーマシンくんが。いや、ドラクエ好きにさ、なんかさ、マイナー、ドラクエ好き、なんか、めっちゃマイナーなこと選手権とか見たことあるんよ。なんかツイッターでね。ドラクエの、マニアにしかこんなんわかんねえだろうみたいな。あらま。こんなマニアにしかわかんねえだろう選手権でさ、いろんなあったけどさ、あれってでもフォロワー数言わせてくれよ。あれってさ、フォロワー数多い人が勝ちだから俺ね、ずっと思ってんの。なんか何々選手権って言った時にね、あれはフォロワー数多い人が一番勝つから。どんなマイナーなネタでもね、その人にその人でね、やっぱね、印象はもちろん違ってくると思うけどね。うん。でも、俺、モンバトルコリューやったら、明らかにさ、キラーマシンとメタルハンターのこと言うかもしれん。だって、ね、パッと見たときに、どっちが強いですかって言われてさ、あとでキラーマシンじゃんね。あ、ちょっと待って。え、あ、やめてって、おなんか、本日さ、本日なんかひどくない君たち。なんか、さっきから、やれ、亡霊剣士。やれ、切り裂きフィエロ。なんや、お前ら、さっきから。いけ、ボウガンダメ。ボウガンダメだ、えい。さーて、とどめ決めたいんですよ、僕は。今回、なぜリリッピちゃんがいるかですね。そう。なぜリリッピちゃんがいないといけなかったのか。まあ、正確にはもう一体でもいいんですけど、ちょっともう一体はちょっとね、違うとこに入れてあるんです。うおーっと、開始したそっちですか、おーおーおーおお、寸止めバッチリか。バッチリってところやな、仕上げは。いや、大丈夫。これは大丈夫。うん。魔法トーンだもんね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。まさかの用意は万端というわけですよ。あ、この、あと打撃対戦も全然違うしさ。
マジで信じられないんだけど、これもうメタルハンター圧倒的に強いんだもん。キラーマシーンの 1.5 倍みたいな感じ。長所も短所もね。うん。まあ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 。さあ、ラストです。なぜこの3体なのか。それは、武器に弓があるからです。レッツゴーそうじゃなく、リッパ採用できない。いけ、おえ、おー、よかったよかったよ。まさか、あのさ、俺最悪の負けパターン今はね、ちょっと頭の中で出ちゃったからさ、おー、よかったよかった。まあ負けないでしょ。さすがにね。さあ行きましょう。三味一体弓三体発動。行くぞみんな、シャイニングアローってさあ、三体で撃った矢が、降り注ぐぞ、おら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 かっこいいメタが、うん、あ、ちなみにメイン武器は総中棍です。お、おって言ったわ、獲物のさ。2100しかないっていうのがね、不安でしかないんだけど、HP。相性もないしね。さあ、何やら不穏な気配が漂っております。この先から。こいつはかませると思ってます。上から弓が降ってくるんだったら、上から剣が降ってきてもおかしくないただしこれは一撃。まあ、魔王戦はパパッと突破しますよ。うん。まあ、不正直カットレベルだからね、毎回毎回この辺りはね。リリッピちゃんなんだよ。基本狙われるのはね、しゃあない。それは仕方ないよ。100歩譲ってね。さあ、とっととリーサル決めさせてもらいます。この先を見たいんで僕は。まあ、光るためでもいいんだけど、このメタルハンターがいいんですよ、なんだって。なんだってね、2、レジェンド最終期のね、メタルハンターがいるんで、そんなものは不要でしょう。おお。いけ、ボーガンの電車おら、いいよ若干、で、キラーマシーンはね、1の序盤に出ています。そう、プロトキラーとかメタルハンターとか急激に強くなったメカ軍団は2のレジェンド最終期にいるんですよね。起きた、一撃必殺ゼロ1せーのドーン、わーい、かっこいいだからキラーマシンが一番浮かばれない作品って言ってもいいんじゃないかな。キラーマシン3が初めて出た作品もあるんだけどね。ええ反応に困るなー、それだと反応に困るなぁ。あー、君はあれだ。うん、君はあれだ。試練の9番勝負を勝ち抜きした時に、俺のメンタルを破壊してきたってのは覚えてるよ。白目でね。白目でこいつ何したかって、俺のメンタルを破壊しに来たかな。いけ、外れよかった、こいつまあ確かに、個人的な恨みあるよ、そりゃ。狙いを定めて、弓を引き絞る、ほら、うん、個人的に恨みはそりゃあるけどさ。大丈夫かな。まあでも打撃は大丈夫。そう。単純ダメージは大丈夫なんだよね。おぉ、勝ってな、メタルハンターメタルハンターって硬いんだな。このターンちょっと怖いな。リリッピが吹き飛ばされる可能性もありきりってわけか。でもそれにしても当てないのはちょっとな。おい、行くぞ、マヒャディ。おらー、オッケーの兄ちゃん素晴らしいって。お前なんだ、今日ノッヒーは、よう会心出すし、外すしで、なんか、おらー、うわー、リリッピーここに来て会心連打というね。いいじゃん、いいじゃん、うっそすげえこと起きた、いいじゃんって言っちゃったわ。いいね、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 いいね。いいじゃんすっごっ会心連撃すごいな。いや、それはリリッピーとメタルハンターわかるよ。ノヒー、お前はすげえぞ、一気に。いきなりすげえとこ見せたじゃん。会心3連打とかなかなかないよ。あ、勝った。あ、勝ちましたよ、こりゃ。だって。ここの手使うとってことはもう2体動いて終わりなんですよ。わかります？エルギオス、君は踏み台でしかない。わかるかい？ただ、俺たちに勝つための踏み台でしかない。いくぞ！弓を引き絞る！うわーい！確かにストライクアロー、怪人出やすい技であるけど、そこまでですか？やばいやばいやばい、急にこいつら乗ってきたすげえ、こんなにポンポンポン会心出たら俺言うことねえわな。口あんぐれ、うん、イエーイ、会心はね、パレード、イエーイまさにステテコダンスだったな。
二ターン目にセーフステデコダンスでもしてんのか？びっくりしたもん。二ターン目にあんな会心出ることあるんだね。お前らすごいよ。歴史作ったな。乗りに乗ったこいつらならもっと高み行ってほしいんですよ。というわけでですね、とある大魔王を召喚しました。いやーこいつらね厳しいかなと思ってるんですよ。でもこうやってみたいなと。さあ機械兵がひしめく中、大魔王がやってまいりました。お主ら誰みたいになってますよ。そうです、3にキラーマシンはいないんですよ。メタルハンターもいないです。なんだったら2やメタルハンターは武器なんて持っていなかったんです。割とモンスターマスターでは難しいとされるのはこいつだな。うん、まあ、マジックバリアとかツバゼリアがない、まあ、マジックバリアは別に使えますよ。うん、ツバゼリアがないから3ターン目とか2ターン目がどうしても爆地になってしまう。そんな中呪文を耐えないといけないんでね。あと2100っていう HP がちょっとねさすがに厳しいかなと。まあ暗黒呪文っていう時点ではメタハンクが経験してくれるはず。409出してんだな。うわ、え、さあ来ました。ゾーマのね、恐るべき、メラゾーマが、マシンたちを襲います。ちょっと待って、やめて。え、うわー、ええー、ちょっと待って、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 しなよ。ちょっと、落ち着きな。落ち着きなよ。落ち着こう。すっげー火力出んな、お前。メタハンでもそんなに食らうの？やばいね。やばいね。え、一ターン目にサッコキャノンを引けばこんなことにならなかった。そう。これね、もうこいつもあれですよ。レールギオスと一緒です。俺のメンタルをね、早々に破壊しに来るやつですよ。あれのチャレンジのせいでね、費用なしにね、こいつにもね、恨みが強くなってまいりましたよ。まだまだだ。お前たちはまだやばい。メタルハンターがいるんだ。大丈夫だ。メタルハンターがいるっけね。オッケーリリッピーよく出るね、ほんとに。回心図だってんじょ、音相手の攻撃、え、え、あのさ、え、フル当たり来てない今のところ。今のところ、あれら、ゾーマの行動の最悪のパターンを引いてるということだな。おお、え、ええまだワイは負けてへん。まだや。まだワイは負けてへんぞ。大丈夫かな。いや、まだワイは負けてへんわ。まだや。3ターン目に早々に天使の歌を弾きます、使うことになりました。大丈夫ね、君たち大丈夫なのかい。いや、いける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 。とどめボーダーはいけそうやな。うん、とどめボーダーならな。お、いいよ。狙いを定めて弓を引き締まる。すごい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 。でもこのターンに勇気たまんねんだよ。いける頑張ったけど。だいぶ頑張ってたけどね。おい、すごいな。フルワタじゃん。上速やばいよね。やっほー、ああ。まだや。まだ Y は負けてへんで。そや。まだ、Y の炎は消えとらへん。とりあえず、とどめボーダー、勇気当たんなかったね。勇気当たんない。仕方ない。動画書いても仕方なかった。よしよし、行くぞ行くぞ、お前ら行け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 、お前ら行け、お前ら行け、もうよくわからんけど、お前ら行け。よくわからんけど、お前ら行け。この4ターン目は凍てつ稼働の可能性あったんですけど、なぜ私はこんなことをしているんでしょうか。シャイニングアローだ、行け、お前らの最後の一撃を見せてやれ。いや、高校いてつ、先手いてつくに乗った方が明らかにいい。いや、俺は、お前は負けてへん。こっからや。おと、相手の攻撃だと思ったよ。まだや。まだ負けてへんぞ。まだや。もう何がしたいか分からへんけど。行け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 。何通発想しておるんだ。このターン誰かが勝ちやって。このターン耐えたら勝ちやから。うん。見せてやろうぜね。必殺技発動だって、このターンどうすんのよ。このターンのこと何も考えてないじゃないか、俺は。いや、先手いてつくなってね、薄い勝ち筋に俺は耐えるとこない。ここに気合の耐えを見せるんや。お、あ、避ける、え、これワンチャン耐えるんじゃないかな、ほんとに。最高なんだったらね、リリピーか、避けろ、頑張れ、避けろ。まあ、4ターン目あたりに物差してたよ。無理だなって。無理だよね。ごめん。